病院船使用の立花丸立花丸事件は1945年に日本陸軍が国際法に違反して病院船立花丸で部隊武器を輸送した事件である。日本陸軍創設史上最も多い約1500名の捕虜を出すこととなった。ここでは本編に先立って事件に至るまでの背景などを前史として解説する。 立花丸の船歴については、当該校を参照とのこと。1943年12月当時、日本軍が運用し、連合国側に通告済みの病院船は、日本陸軍が立花丸を含めて17隻、日本海軍が4隻であった。なお、日本陸軍では、この17隻の通告済み病院船の他に、 密告のまま病院船と称する船舶を何隻か運航させていた。そのうちの一隻、ハルピンマルは1942年1月10日にアメリカ潜水艦スティングレーに撃沈される。このことは1942年1月14日の大本営発表で公表され、当時の新聞は国際条約を蹂躙天神ともに許すべからざる。 非人道的行為と書いて、いわゆるアメリカ軍の非人道性を大いに批判した。しかし、ハルピンマル激鎮の実態は、ハルピンマル派戦隊黒塗りのママ赤十字標識を、不死あり敵国に対し病院船として通告。もなしあらざりし者にして国際法上の病院船としての資格、中りし者なりと、日本海軍が記すように、 登録は愚か病院船としての正規な塗装を行っていなかった。これ以降も、連合国軍による通告済みの日本の病院船への攻撃も収まらず、その度に通告済み病院船が攻撃される大本営、発表で公表米英避難報道米英が、釈明、もしくは事実上の謝罪のパターンが繰り返された。ついには、1943年11月27日に、 ブエのスワイレスマルガカビエン近海でアメリカ軍の B-24 の爆撃を受けて沈没しその写真が公にされるという事態が起こる。さらにアメリカ軍機は救命ボートで漂流していた生存者を機銃装車で殺傷した。なお本船は1942年11月23日に外務省経由で 病院船として連合国への通告が行われ、12月に入ってから、スイス、スウェーデン及びスペイン経由で連合国側に通告され受理されていた。17隻の通告済みの陸軍病院船の中で、終戦時に残存したのは、この港の主役である、立花丸だけであり、他はすべて連合国軍による攻撃、または食雷で失われた。 輸送船の機能しかなかったという一文に関しても、実際に、陸軍病院船に関しては、病院船というより、乾燥患者輸送船といった感じで、病院船を運用していた節があり、また、患者のいない横行には、武装兵を運ぶことも普通に行われている。もっとも、海軍病院船がそういう、使われ方をしなかった、というわけではない。上記のように連合国軍による、 通告済み病院船への攻撃が多数行われたものの、それに対して日本軍は条約を遵守して通告済み病院船に対して全く手出しをしなかったのかといえば、稲でスラバヤ沖海戦直前の1942年2月26日のオランダ病院船。 オプテンノールの抑留と昭和18年5月14日の異号第177潜水艦によるオーストラリア病院船、戦闘撃沈が日本軍が病院船に手出しした例として挙げられる。前者は味方艦隊の行動海域を航行していることが怪しいと判断され、臨検の結果、とがむべき点は認められなかったものの、その後の航路指示に従わなかったことから、 結局、抑留、接収され、日本側が使用することとなった。オランダ政府はこれに抗議し、日本側の病院船の不承認をちらつかせたりもした。後者は、177が、戦闘を、病院船とは気づいていなかった、らしいが、生存者は、日本の病院船への攻撃に対する報復と、受け止めていた。それほどに、連合国側の通告済み病院船への攻撃が、 多発しており、連合国側の将兵が皆その事実を知っていたことを伺わせる。あえて、太平洋戦争時以前まで遡って、例を挙げるならば、日露戦争での日本海海戦で、ロシア帝国海軍の病院船、オリョールが抑留され、その後の捕獲審判において、条約上禁止される、軍事目的に使用されたことを理由に没収されている。この際は、 病院船、コストローマも同時に抑留されているが、こちらはそのまま解放されている。病院船の臨検自体は公戦権として認められるものであり、さらに病院船の航路を指示したり、特に必要な場合には抑留することも条約上で認められた行為である。これにより、オプテンノートの事例は、オプテンノート側に非があり、 日本軍側が火を働いたとは言い難いものとなるが、急日本軍はこれを違法と判断されることを極度に恐れていた不死が伺われる。詳しくは、オプテンノートの項目参照。1945年に入ると、日本の南隻かの病院船の行くて行くところで、水上艦艇による臨検及び航空機による威嚇飛行が繰り返されるようになる。 1945年3月25日、キールンに停泊中の陸軍病院船、バイカルマルは、大本営命令により、アパリに向かう。2日後に、アパリに到着するも昼夜は勝たぬ、アメリカ軍機の威嚇飛行を受け、バドリナを岬に移動しても状況は変わらず、バイカルマルは、バドリナを置きから去って3月30日に、キールンに帰島した。 バイカル丸のこの時の任務が何であったかについて、駒宮新七郎は、患者収容に見せかけ、匿名の人員を台湾に連れ戻すのが目的であり、その、匿名の人員とは、翼を失った、戦闘機の搭乗員もしくは、特攻隊員との見方が本命と駒宮は、推測している。7月には、海軍病院船、高砂丸が船倉に食料を搭載して、 当時孤立無援の状態だった、ウェイク島に向かったが、ウェイク島到着前日に、アメリカ海軍駆逐艦、マリーの臨検を受け、食料にチェックが入った。これにより、軍用物資でもある食料の陸上げができなくなり、7月4日に、ウェイク島に、入り泊した高砂丸は、患者輸送しか行えなかった。その患者を乗せる際にも、上空からの監視があり、出港後にもまた臨検された。 その、高砂丸には、燃料輸送用のタンクが設置される計画もあったが、これは、良識派の意見が強って工事直前に中止になった。高砂丸や、国際法を盾に、軍部からの要請を再三にわたって退けた、海軍病院船、氷川丸のように両親が邪心を退けたために、 結果的に戦火から逃れることができた例もあったが、臨検や威嚇飛行の段階に至らなくても、日本軍には国際法によって病院戦が禁じられている武器弾薬や将兵の輸送行為を連合国側に発覚することなくいった事例が実際に存在する。海軍病院船朝日丸は戦艦、金剛、春名宛ての弾薬百六十発を輸送し、 立花丸もだほ前に、アンダマン諸島を呼び、ニコバル諸島から、小病兵に健全兵を、混ぜて、スラバヤに輸送した疑惑がある。オプテンノート、バイカル丸、高砂丸の事例は、通告済み病院船といえども、国際法違反の行為の疑念を抱かれた場合、警戒が厳しくなることを表す。オプテンノート抑留は、その正当性に関して判断が分かれているが、 バイカル丸は威嚇飛行だけに止まり、高砂丸は臨権を受けたが、素人認定された。しかし、立花丸は国際法に違反した状態で早々に敵側にマークされており、臨権を受け、苦労と認定されて逮捕された。モルッカ諸島の一部をなす海諸島には、第5師団不評第11連隊第1及び、第2大隊。 不評第42連隊1個中隊の総勢1562名が、駐屯していた。しかし、戦局が、フィリピンの戦いもほぼ終わって、ボルネオの戦いに移ると、この方面の兵力は、戦略的価値を事実上失っていたも同然だった。そこで、南方軍は、第2軍に対し兵力の集約を行うよう命じ、命を受けた第2軍は、 友軍と化していた第五師団を、海諸島から引き上げさせて、近いうちに連合軍が上陸してくるであろう、湘南下、ジャワ島の防衛に充てることとした。モルッカ諸島や小寸ダ列島からの兵力、交代輸送は、それ以前にも従順に王艦、足柄や、軽巡洋艦椅子図などが実施していたが、足柄も、椅子図も、任務中途で撃沈されており、 兵力輸送用船舶として唯一安全なアクセスとして病院船に白羽の矢が立ったわけである。立花丸による兵力交代輸送任務は光輸送を都合作戦と命名され命を受けた。立花丸は海上トラック広瀬丸という偽名をもらい7月27日に湘南を出港して7月31日にとールに入港する。 1562名の将兵たちは白衣を着て、患者を装い、軍服や各種武器等は、赤十字社の表彰を付して梱包していた。臨検された場合に備えたのか、適当な内容のカルテまで準備された。翌8月2日、立花丸は、と R を出港するが、この時すでにプビー・カタリナが上空で張り付いていた。アメリカ軍は通信傍受により、 立花丸が兵士を輸送していることを把握していたので、ある。8月3日、早朝、アメリカ海軍駆逐艦、コナート、チャレットは、バンダ海を航行中の、立花丸に対し国際信号機 S、S9-1 を掲げて、停戦を命じる。立花丸を挟み込むように接近した、コナート、チャレットから臨検隊が送り込まれたが、臨検隊に踏み込まれた。 立花丸の対応は墓穴を掘るばかりであった。なぜ看護婦が乗っていないのかとか、なぜ怪我患者がいないのかという質問にまともに答えられず、患者の名前とその病名ですら答えることができなかった。決定打は、食道家の船倉に収められていた赤十字の箱から出てきた、小銃40トンの弾薬及び局射法2問で、ついに、立花丸は、 国際法違反により打破された。打破された立花丸には正常期が掲揚され、捕虜となった将兵は周囲から銃が突きつけられたサロンへ収容される。将兵のうち将校クラスは暴発を警戒してコナーとチャレットに移された。8月8日、立花丸は諸体島に到着し、ここで将兵と乗組員は収容所送りとなった。 このうち将兵は貨物船に押し込められ、フィリピンマニラのモンテンルパ捕虜収容所に移送された。乗組員は立花丸に戻され、8月14日にマニラに入港。乗組員もモンテンルパ収容所に収容されたが、終戦後に安田喜士郎船長を除く乗組員は無罪として釈放された。その後の立花丸はパラオからウェイク島に開港され、 ウェイク島からの福音兵第一陣700名を乗せて10月20日に裏側に寄稿した。日本側が立花丸打法を知ったのは少なくとも8月6日朝に連合軍側の放送、あるいはオーストラリア放送を傍受した時とみられ、第五師団長の山田中将と同参傍長、浜島岩尾郎大佐は責任を取って8月15日に自決した。 橘丸事件の裁判は、アメリカ第8軍司令官が招集した、軍事委員会が主催する横浜法廷で行われた。審理は1948年3月に開始され、同年4月13日に判決が出された。アメリカ側も、ハルピン丸が規定の塗装をしていなかったことを示す、ペインテッド・ウォーカラーという記述を残している。この17隻のほか。 アリマヤママルとワウラマルが1945年に陸軍病院船に展示、連合国側に通告されている。ワウラマルは終戦間際に不残行で食来して放棄されたが、アリマヤママルは残存した。例えば、ミカサマルは多合作戦で沈没している。ハット後に天王丸、ついで第二日川丸と命名され、海軍病院船として行動。 1945年8月18日に沈没、日露戦争当時の適用法規として、1864年2月2日、ジュネーブ条約の原則を改正に応用する、条約第4条。以後の、各条約でも、基本的に同様の内容となっている。違反していないとの見解を取る意見も、ある一方、条約違反であるとする見解もある。 戦中当時の軍内部ですら、この接種を完全に合法とは言い切れなかったと思われ、戦中に日本側は動線の外見を変更する改装を行い、終戦時には引徳するかのごとく、これを自沈させて隠滅を図っている。戦後に戦績国であるオランダは日本に対し戦隊の賠償を求め敗戦国であり、反論の余地のない日本は、 賠償を行っているが、これは戦勝国と敗戦国としての話であり、合法違法の観点とは別である。広瀬の由来は定かではない。なお、日露戦争時の軍心には、立花と、広瀬がいる。野間久志の記述にもあるが、陸軍病院船では看護婦の乗船している、病院船とそうでない病院船が存在していた。ありがとうございます。